ジャニー北川氏が発見した才能たち平野紫耀、森本慎太郎、京本大賀の奇跡。ジャニーズ事務所は、その長い歴史を通じて数多くのアイドルを輩出してきましたが、その中でもジャニー北川氏が直接発掘し、育て上げた逸材たちが多数存在します。平野紫耀、森本慎太郎、京本大賀など、 彼らはジャニー氏の24時間スカウトの目に留まり、その後の活躍で多くのファンを魅了しています。本校では、これらの才能豊かなアイドルたちのジャニー氏による発掘の舞台裏と、彼らの成長に焦点を当てます。平野仕様の奇跡、キングプリンスへのメンバーとして絶大な人気を誇る平野仕様は、 通常のオーディションではなく、なんとジャニー北川氏から直接スカウトされた逸材です。小学2年生からダンスに打ち込み、地元の愛知県でダンススクールに通っていた平野は、ある日のダンス合宿で従前、元ジャニーズのバックダンサーであるボビー・ヨシノ氏のレッスンを受けました。ボビー・ヨシノ氏はジャニー氏と信仰が深く、平野のダンススキルに感銘を受け、その場でジャニー氏に紹介。 この瞬間、平野のジャニーズ入所が決定しました。入所後、平野は関西ジャニーズ JR に所属し、わずか2ヶ月後にはアメリカ旅行に帯同。ジャニー氏と共に世界的ミュージカル、シルク・ドゥ・ソレイユを感激し、その場で現地の振付師に、この子はスターだよ、と紹介されるなど、まさに歴愛ぶりが伺えます。ジャニー氏が子供らしさを重視していたことは、 平野の例からも明らかです。シクストーンズへの二人のスカウト、シクストーンズへのメンバー、森本慎太郎と京本大我も、また、ジャニー氏のスカウトによって、ジャニーズの扉を開いたメンバーです。森本慎太郎は、兄の活動を通じて、ジャニー氏との縁が生まれました。へい、せい。 ジャンプの元メンバーである兄龍太郎がキャットタンへのバックダンサーとして出演したコンサートを家族で感激した際、森本はジャニー氏から声をかけられ、龍太郎君?」と謝って呼ばれました。これがきっかけで、森本もまたジャニーズ入所の話が持ち上がり、家族との面談まで行われたというエピソードが明らかになっています。 京本大河は、ハワイのレストランで従前見かけた写真から、ジャニー氏の興味を引き、スカウトされたという一色の経緯を持っています。父親が俳優の京本正樹であることを知らずに連絡を取り、その才能を見抜かれたという逸話は、ジャニー氏の洞察力をうかがわせます。ジャニー氏のスカウトのポイント、ジャニー氏がスカウトする際のモットーは、子供らしさ、でした。 無防備で遊んでいる子供たちに目をつけ、その無垢な魅力を引き出すことに成功してきました。例えば、ヒヒジェツエのイガリソーヤさんは公園でローラースケートの練習中にスカウトされ、後日、ジャニー氏によってメロンソーダやうどんでごちそうになるなど、ジャニー氏の優しさと愛情が感じられます。 ジャニー氏はその人柄と洞察力を活かし、時には電話ボックスや公園で未知の才能を見出してきました。彼がアイドルたちに対して注いだ情熱は計り知れません。ジャニー氏の功績とその後、しかし、ジャニー氏は2019年に天国へと旅立ち、その後もジャニーズ事務所は新たなフェーズに突入しました。 2022年10月には、ジャニー氏が力を注いだ滝沢秀明氏も副社長の座から退任。これにより、ジャニーズの未来が大きく変わる可能性があります。美少年たちがアイドルへの片道切符を手に入れる奇跡は、ジャニー氏の不在により今後難しいかもしれません。 ジャニー北川氏が直接スカウトしたアイドルたち、特に平野氏を森本慎太郎、京本大河の奇跡は、彼らの無垢な魅力とジャニー氏の洞察力、情熱が交わり合った結果として輝かしいものとなりました。彼らはジャニーズの新たな時代を築く存在として、これからも多くのファンを魅了し続けることでしょう。 ジャニー氏の功績は未だ色あせず、アイドル文化に多大な影響を与えています。